タロ散歩チャンネル。ということで、こんにちは、太郎でございます。本日2020年の8月18日の火曜日、福住駅に来てるんですけどね。で、今回の行き先はですね、こちら、これ4番の羊ヶ丘展望台行き。羊ヶ丘展望台と書いてあるかなと思ったら、校舎専用、まあでも正真正銘の羊ヶ丘展望台なんですが、そう、8月はね、これ入場料無料なんです。本来は520円か530円ぐらいかかるんですけれども、8月はなんだっけ、さあ行こう札幌キャンペーン、歩道こっちか、さあ行こう札幌キャンペーンで、そう、札幌テレビと、それから先日行った、大倉山、森和山、時計台、宝平館、芸術の森、野外美術館、札幌彫刻美術館等々、そう、結構お金がかかる施設も、全部今無料で来れるということ で、ちょうど今日ね、この福住の隣の月寒中央でまた仕事があるので、あ、じゃあせっかくだから仕事前に寄り道して民兵ということで寄り道していました。まあ、平日でも結構ね、人いらっしゃいますね。で、大体1時間ぐらいいることができるので、ちょっとゆっくりこちらの羊ヶ丘展望台を回ってみたいと思います。じゃあ今回も何卒よろしくお願いいたします。で、こちらの羊ヶ丘展望台なんですけれども、歴史結構古いんですよ。戦前から、まあ、明治大正ぐらいから、こちらの方は農林水産省、今の農林水産省の羊を育てる、種羊、主要の放牧場の、なんか農業試験場だったんですよ。農業試験場だったんですけれども。で、まあ、このね、景色ですからね、皆さんご存知、観光名所っていうか、観光案内のパンフレットとかでも、この写真有名だと思うんですけれども、こちらのね、この景色は素晴らしいということで、結構昔から観光客が多かったみたいです。ただ、あくまでも農水省の、施設であって、そう、観光するところではなかったので、まあ、戦後すぐぐらいまではこういう展望施設とかなかったんですけれども、でもちょっと人が増えてきたんで、じゃあ観光施設でも住んでということで、1956、7年ぐらいだったかな、1956、7年ぐらいに、まあ、このように
観光名所として展望台のスペースを作ったという、そういう歴史がございます。でもう一回言いますけれど、そう、ここはもともと農林水産省の農業試験場の敷地を使ったこの展望スペース。あ、ついでに言うとね、あそこにずっと、うん、これ札幌ドームありますよね。札幌ドームもこれも昔はなんか天才佐藤大根を育ててる農業試験場の敷地だったみたいです。でそこをあの2002年の日韓ワールドカップの会場にを作るということであれ作ったんですけどね。だからもう札幌からそうですね、福住まで15分ぐらいで、そこからバスで10分ぐらいなんで、まあ乗り継ぎの時間とか、まあ、接続とか考えて 2,30 分あれば公共交通機関でもこちらの札幌の駅からやってくることができるという非常に便利な立地になっているというのもございます。まあといってもね、私の顔ばっかり見ててもしょうがないんで、じゃあちょっと早速この風景をいろいろ見ていきたいと思います。こうね、周りにはなんかこうテントと、それからその下に休憩スペースと貼ってあり、あの置いてありまして、あ、なんかメニューらしきものありますよね。メニューらしきものがあるんで、なんかお食事とか軽くなんか食べることができるようになってるんでしょうか。そう、もう一回言いますけれど、もともとここはそう羊の、まあ、種馬みたいに種羊って言うんですけども、羊を育てる農業試験場だったので、今でもねこういう風にあの近くを見れば羊さんがいらっしゃるんですよ。美味しそうですね。あ、間違った、あの可愛いですね。うん、つい本音が。でもそう、美味しそうっていうのも、まあこれあながち間違いではなくて、まあね、北海道といえばジンギスカンあるじゃないですか。あのジンギスカンの、そう、あの発祥の地が2カ所ありまして、まあ、一つはこの羊ヶ丘の近くの、月寒というところでできたあのジンギスカン、こちらはね、あのそうラム肉を、薄く切って焼いて後からタレをつけるタイプのもの。そして対する種付きのジンギスカンは1956年ぐらいに滝川で生まれたというのが、これが最初なんです。でこの2つのルーツが今のジンギスカンの、まあ、歴史の始まりというふうにはなっております。でじゃあなんでもともとこういうふうに羊がいっぱいいるかと申しますとですね、これはもともと太平洋戦争、そう戦争中に、そうこの羊毛ね、羊の毛、戦時中に軍服なりのそういう衣服をね、衣服の原料とするのに、まあ、羊をたくさん育てるべということ で育てたというのが始まりなんですよ。でその羊をたくさん育てたのはいいんですけれども、戦争に負けた後にちょっと大量に余ったんで、うん、それももったいないな、じゃあどうしようということで考え出されたのが今のジンギスカン。で結構ね、羊の肉って癖があって臭みがあるんで、なかなかその食べ方には相当苦労したみたいですけれども、でもまあなんやかんやね、今ねあのジンギスカンの文化がこのように広く知れ渡ってるということからも、まあ、だいぶいろんな食べ方が改良されてまして、まあ、広く北海道の、まあ、名物として親しまれるようになったという、そういう形なんですよね。まあ、こちら観光地あるあるの望遠鏡ですけれども、これはなんか今使用禁止みたい。これいくらぐらいで通常だったら使えるんでしょうね。あのこっからだとなんか札幌ドームもなんかなんていうかな、なんかなんとも形状しがたい形になってますよね。なんかうまく言えないんですけど、なんかの形ですよね。なんかでっかいナマコみたいな、そんな感じですけれども、まあでもやっぱりね、羊ヶ丘展望台といったらこれが一番有名じゃないかと思うんですけれどね、クラークさん。ちなみにここにそのクラーク博士の説明が書かれていますけれども、あのクラーク博士って何者かと申しますと、もともと札幌農学校の初代教頭先生なんですよね。まあ、今の北海道大学の、まあ、初代の、まあ、学長みたいな、そんな感じです。ただまあちょっとなんか意見が合わないみたいで9ヶ月ぐらいしかちょっと滞在されてなかったんですけれども、まあ、そういったことの歴史が書かれています。で、まあ、それをね、その功績を称えて北海道大学にもそのクラーク博士の像が建てられているんですけれども、さすがにちょっとね、その北海道大学って大学であって観光地ではないんで、たくさん観光客が来すぎてちょっと学業に支障が来るんで、なんとかしてくれないかということで、
それで作られたのがこの羊ヶ丘のクラーク像なんです。1976年昭和51年にこの像が建てられました。こっからだとこれはなんだ、丘珠空港近くのツドームも見えますね、よく。ってことはちょっとこっちに向ければ丘珠空港があるはずなんですけれども、あ、これそうですよね、丘珠空港のこの辺が、そう、丘珠空港。これはですね、白石の清掃工場がよく見えます。275号線の近くにあるんで、結構ね、町から外れたあたりっていうところにあるんですけどね。そして札幌ドームの横ずーと行くと、こちらにあののっぽろ原生林、のっぽろ森林公園にある北海道100年記念塔、そして新札幌のエミシアホテル等々を見ることができます。ここも結構いろんなところを見ることができますね。なんか前来た時はここ並ばなくても空いたら適当に撮れたんですけど、今並ばないはいかんのですね。ここ記念撮影のお客様は距離を取って順番にお撮りくださいということで、なかなかですね。ちなみにね、この台座のところのボーイズビーアンビシャス、これはいいとして有名な言葉なんで、この下にねポストらしきものがあるんですよ。でなんかこれはね、1枚100円で、まあ、要するにこれの維持管理のためにそう100円取って、で、まあ、その代わりその紙に自分のなんか志とか大きな夢とかそういうものを書いてここに入れましょうみたいな、そういうようなね、制度があるんですよ。ちなみにここに書いてますね、大使の誓いって書いてます。前はねこういうサービスなかったんで、こっそり後ろ側に隠れて5分ぐらいいたこともあるんですけれども、後ろには何書いてあるんだろう。まあでもこれができた、そう、1976年、昭和51年の、時になんか書かれた何かが彫ってあるって感じですね。ちなみにこれね、日付がね、4月16日になってるんですけども、この4月16日というのはなんと、クラーク博士が、そう、島松の地で札幌農学校の生徒たちに別れを告げた日、それが4月16日なんですよね。まあ、こちらの賑やかなところをずっと20メートル30メートルこちらに来て、こっちを向けばのどかな牧歌的な風景が見えております。まあ、ちょっと向こうにはもう札幌の街並みがあるんですけれどね、こんなに、ね、のどかな風景なんですけれども、でも全国5位の大都市がすぐそこにそびえてるというのがね、またこうなんていうんですか、シュールというかアンバランスというか、でもその横でこんな風にこんなことやってたりするんですよ。さっきからこれ何やってんだろうな、何やってるかがちょっと分かんないんですけども、なんか土を掘り起こしてますよね。でちょうどね、いいものがあったんで、ここに書いてますけれども、あなたが眺めておられる景観は北海道農業研究センターです。さっきも申し上げたんですけれども、もともとここそう農業試験場なので、その敷地を使ってそう観光客のために作った設備なんですよね。で、まあ、いわゆるそう農業製品とかそう農業とかを研究して、より、大きなそうなんていうかな、産業としてね成長させる、そういうような研究施設というふうに言ってきます。ですから今ここに行って、で牧草の試験補助、それから牧草の試験補助、だからこれ牧草飼ってるんですね。そして札幌ドームの手前に枠補助、試験農場、試験補助って言うんだよな、そうだよね。で温室調査棟、ガラス室実験棟、100年記念棟ってなってますけれども、とうとう書かれております。それから生態系観察とか水質浄化とか、草地実験室とか、
隔離試験補助とか牧草、結構牧草系と生態系の観察と、まあ、ああいったあれか、本当に畑の試験場とか牧草とか、あの辺があれかな、あの辺あたりが研究施設ですね。あれは町じゃなくて、その試験場の施設がずっと立ってるんですよ。ということです。我々が見てるのはこれ農業試験場だということはお分かりいただけるでしょうか。だからまあ大都市札幌の脇でもこういうふうにデカデカとやることができるんですよ。まあ北海道内閣も昔札幌農学校というふうに言われていた通り、大学の北側の方にねでっかい畑ありますけどね。美味しそうな歩くジンギスカン、これずっと眺めていたいんですけれども、眺めているだけじゃお腹はいっぱいになりません。まあ、ということで、そう、羊ヶ丘はね、この展望台とかそのクラーク博士の像の他にもいろんな設備がありまして、ちょっとその辺も軽く紹介してみましょうか。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、ぜひよろしくお願いいたします。ツイッター、インスタグラム、太郎の雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。家庭教師の生徒さんも募集しています。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。